日本関東地方神奈川県横浜市栄区。笠間笠間は横浜市栄区の町名。現行行政地名は笠間1丁目から5丁目と笠間町。住居表示は笠間町は未実施区域、笠間1丁目から5丁目は実施済み区域。郵便番号は247-0006。坂区の西部に位置し、北は栄区飯島町、小菅谷、 東から南東にかけて、鎌倉市岩瀬、南は、鎌倉市大船、西は、柏川を挟み、鎌倉市岡本と坂江区長尾台町に接する。北部を東西に、県道原宿六浦線、北東から南西に、県道大船停車場矢部線が通る。笠間十字路交差点は両県道を含め6方向に、道路が伸び、交通の要衝となっている。南部には、 坂江区と鎌倉市にまたがる JR 大船駅があり、以前は鎌倉市側にのみ改札口があったが、2006年には坂江区側に笠間口が開設された。南部の大船駅の北半分を含む部分が1丁目、その東側が2丁目、大船停車場や部線と原宿むつ浦線の間が3丁目、原宿むつ浦線の北側が4丁目、東側が5丁目となっている。 住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、笠間ま2から9から8の地点で23万2000円平方メートルとなっている。大船駅に近い地区に山田電機など商業施設が見られ、2丁目のシワウラメカトロニクスや4丁目のタツノメカトロニクスなど規模の大きな工場も進出している。3丁目には、 三井東八化学の工場があったが撤退し、跡地に大規模、マンションガーデンアソシエが建設された。1606年に、笠間村が成立。1889年に、中野、丹イが、谷、高田、上野、小菅谷、桂の各村と合併、鎌倉郡本郷村となる。1939年4月1日に、横浜市と近くに編入され、 戸塚区く間町が新設された、それと前後し、1936年に大日本工作機械、1942年に東洋高圧工業の大型工場が進出した。1981年に横浜市立笠間小学校開校。1986年に文句により、坂区笠間町となる。2000年10月23日に住居表示が実施され、 笠間市から五丁目が新設されたが、川沿いに住居表示未実施の笠間町が残る。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。